してであれば、お口でであれば、そんな人たちに声がある、ケアには生きて完全で、嫌なことたくさんあるけれど、みんなでシェイキットアップしちゃおうね。皆さん、こんにちは。こんにちは。3年目同期バンドのヘラヘラズと申します。よろしくお願いします。はい、3部 も終わり頃に差し掛かってきましたけども、はい、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。いつも私たちヘラヘラズはですね、ちょっとなんていうのかな、面白い曲というか楽しい曲とかいうかを歌ってるんですけど、今回はちょっと真面目に洋楽をね、洋楽を歌うことにしまして、まあちょっとしのぶちゃんから解説があるのでお願いします。まあ、MC にもちょっと言ってもらってたんですけども、キンキンしてると「シェイキットオフ」を今回は歌わせてもらうんですけど、シェイキットオフって皆さん意味は知ってますかね？知ってますかね？シェイキットオフってどういう意味、しゅんちゃん？気にするなっていう意味です。気にするなとかそういう感じの意味なんですけど、歌詞の中とかで何だろう、傷つけたりとかいろいろ悩むことがあったりしても気にしないでこの曲を聴いちゃえみたいな感じの歌詞があるんですけど、まあ普段みんなね生活していく中で悩み事とかあるかもしれないんですけど、そんなことは気にせずこの曲一緒に盛り上がれたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、マイクの感じは大丈夫ですか？すごい。失礼いたしました。大丈夫ですか？どうですか？失礼いたしました。大丈夫ですか、ね、じゃあ曲の方に、はい、Shake it.
ありがとうございます。